おー、やっぱ軽いな、このレンズ。おはようございます。今日は4月24日、月曜日朝5時ちょうどです。曇っているせいもあって、この時間のせいもあって、相当今暗いんですけど、かなり明るく撮れているかと思います。で、今日のカメラですが、先日届いたばかりの ZV-E1 に、レンズは今日は 20mmF1.8 の G レンズ。SEL20F18G になります。本当にこの 20mm の F1.8 の G レンズはめちゃめちゃ明るく、そして写りのいいレンズで、以前から非常に気に入って使ってたんですが、久しぶりにこのレンズ使って今日は撮影やっていこうかと思います。どうですかこれ。シャッタースピード今50分の1なんですけど、ISO 200ですよ。やっぱレンズが軽いので ISO も上がってきません。で、これ設定なんですけど、今日は24フレームですね。シネマ Vlog だったかな？シネマチック Vlog。この ZV-E1 に新しく搭載された機械なんですけど、このシネスコで、24フレームでちょっと映画っぽく撮るというような設定。昨日もちょっとだけ使ってみたんですけど、今日もこの設定で一日動画撮影やっていこうかと思います。それではモーニングコーヒーいただきます。これね、どうなんだろう。こうシネスコなんで、上下にこう黒い帯が入っていて、こう横長の映像になってるかと思うんですけど、もともとこの設定自体は今回のこの ZV-E1 から搭載された機能に、新しい機能になるんですけど、単にこれ上下にこう帯が入ってるだけのような感じがしますね。なので、普段の設定というか、編集するときに、こんな感じで同じようなことはできるんですけど、ただ撮影の時からこんな感じで映っているっていうことが確認できる意味では面白い機能だと思います。あと、これ設定してやるともう最初から24フレーム設定になるので、結構こうパラパラっとしたこうコマ落ち的な映像になるかと思うんですが、それがちょっとね、映画チックでいいのかななんて思います。で、色味ですが、これ S シネトーンに、何種類か選べるパターンがあるんですけど、S シネトーンにさらにオーシャンっていうような色味をつけて、撮影しています。昨日撮影時間がほとんど撮れなかったので、どんなものかテスト撮影的にちょっとだけ、この設定で撮影してみたんですけど、見返してみるとなかなかいい感じの色味になっていたので、それらしいような映像が撮れていたので、今日はもう少しこの設定で動画撮影やっていこうかと思います。それではいただきます。で、使用しているレンズですが、20mm の F1.8 の G レンズになります。いや、やっぱこのレンズいいですね。20mm 画角って非常に Vlog 撮影するときには扱いやすい画角になるかと思うんですけど、ただやっぱ気になるのはこの ZV-E1 の非常に小さなボディにこの 20mm の G レンズを装着したときのこうバランスですね。どうしてもこうレンズの方がこう大きくなってフロントヘビーに若干なりつつはあるんですけど、ただそこまでじゃあバランスが悪いかというとそんな感じはしないので、今日はこの組み合わせで動画撮影やっていこうかと思うんですけど、おおむねこの設定っていうかこの組み合わせ非常に良さそうですね。13時半を回りました。週明け月曜日ということで、もう結構朝からバタバタで、なかなか外で、カメラ撮影する時間取れなかったんですけど、ちょっとだけ時間が取れたので、今、車に乗り込みました。ちょっとまだ出かけるわけにいかないんですが、10分ほど時間が取れたので、少しだけ、カメラ向かって話したいと思います。で、昨日ですね、大会お手伝いちょっと朝から行ってたんですけど、めちゃめちゃ日焼けして、これ鼻がすっげえ焼けてますね。一応ちゃんと、日焼け対策してったんですけど、それでもやっぱり焼けてますよね。特に鼻がなんか真っ赤に焼けてる気がする。で、もう一つ言うとね、今年の春以降は、やっぱできるだけマスクをつけないように、してるんですけど、昨日の大会のお手伝いの時もマスクしてなかったんですが、さすがにこの3年間ぐらいずっとこうマスクした状態で、日に焼けてなかったんですね。で、これをね、急にこうマスク外したもんで、日焼けがね、やばい。もう肌のこの、なんていうかな、日差しに対する対策が全くできてなくて、日焼け具合がめちゃめちゃちょっとひどくて、特にこう唇関係ですね。口周りの日焼けがすっごい、なんか、
焼けて、もうなんか今唇もちょっとこう腫れぼったくパリパリの感じがするんですけど、このあたりちゃんと対策しとかなきゃダメですね。皆さんお気をつけください。前回の動画を見た方からコメントでご質問いただいたんですけど、車載動画ですね、どういうふうに撮影されたんですかというような、まあ、内容だったんですが、まあ、普段はだいたいね、GoPro をこのダッシュボード上に、設置してタイムラプスだとかタイムワープ撮影することが多いんですけど、昨日はまあ試験的にこんな感じで、まあこれ FX30 なんですけど、まあ、カメラを助手席のこのネック部分ですね、ヘッドレストの根元部分にこんな感じで固定して、撮影してみました。まあこれたまにね、やる撮影方法なんですけど、で、使ってるパーツですが、これウランジさんのこういった足がね、こう、くにゃくにゃと曲がる三脚になります。で、この三脚めちゃめちゃ使いやすくて、まあ今こんな感じで、ネック部分に引っ掛けてるんですけど、こんな感じでね、くにゃっと曲げて引っ掛けてるんですけど、まあ普通に三脚として使ったりだとか、あとグリップとして使うっていうようなやり方もできる、本当に便利な、三脚なので、まあ、こういったスタイルで撮影する方にはね、おすすめできるかと思います。で、確かこのもともと三脚についてくる、この、雲台部分はね、結構そんな強度がなかったので、これ、雲台部分だけちょっと別のパーツ、交換してます。これまあ何でもいいかと思うんですが、もうちょっとこう、きっちりと固定できるものに変えておく方がいいかと思います。まあこんな感じで、三脚の、足の2本をネック部分に引っ掛けて、1本をこんな感じでね、揺れ止めで使っています。非常に便利なパーツです。15時前になりました。ちょっと散歩しに、香川県立亀鶴公園と書いて企画公園と思うんですけど、散歩しにやってきました。昨日の大会中も非常に寒かったんですけど、今日はさらに寒いです。昨日はまだ晴れてた分ね、マシだったんですけど、今日曇ってて、もう今にも雨降りそうなんですけど、非常に風が冷たいです。で、これ両サイドの木ですが、桜の木なんですけど、もうすっかり桜も散って、もう木が、青々としてますね。で、これ今設定ですが、手ブレ補正アクティブにしています。で、これ以上、手ブレ補正効かすと、まあ、ダイナミックアクティブにすると、相当クロップされるんで、まあ普段この ZV-1 使うときっていうのは、まあ、今までの通常通りのアクティブ手ブレ補正ぐらいでいいかなと思います。ちなみにレンズは 20mm の F1.8 の G レンズ。まあ G レンズ使った時に、まあ 20mm のこの G レンズ使った時にクロップがこれぐらいの感じですね。非常に扱いやすいレンズだと思います。このシネマティック Vlog に設定するとホワイトバランスが、いじれなくなるんですね。もうオートの撮影になってしまうんで、で、またこれ色味がオーシャンだったかな。オーシャンに設定してるんで、多分ちょっとね、青みがかった色になってるかと思うんですけど、ホワイトバランスが触れないのはちょっと若干扱いにくいかも。ただまあ気楽に、こうちょっとドラマチックな、映画チックな映像を撮るには非常に、いい設定かもしれませんが、やっぱちょっとホワイトバランスは触りたいな。アクティブ手ブレ補正オンにして、で軽く片手持ちして、自撮りしてやるとこんな感じです。まあ20ミリ画角で若干クロップされてるんですけど、まあなかなか扱いやすい画角じゃないかなと思います。まあ、手ブレ補正もアクティブにしてるんで、そんなにね、こう、揺れないかと思うんですけど、どんな感じでしょうか。ただやっぱり液晶モニターで確認する限りでは、すごく青っぽく見えるんだけど、実際再生してみたら、どんな感じになるのかな。非常に楽しみです。めちゃめちゃ暖かい。今日本当に寒い一日だったんで、今コンビニでコーヒーのホット購入してきました。早速いただきます。ちょうどいい暖かさ。はい、まあこんな感じで昨日に引き続き今日も ZV-E1 にレンズが 20mm の F1.8 の G レンズ装着してシネマティック Vlog モードに設定して動画撮影してみました。どんな感じだったでしょうか。まあ、まだ自分的にもこのシネマティックモード、Vlog モード、
の、使い勝手だとか、あと色味がね、どれがいいかっていうのが、まあ、いろんな設定方法があるので、まあ、いろんな色味がプリセットされているので、まあ、どれが自分の好みかなっていうところまではまだちょっと探りきれてないんですけど、まあ、これからも少しずつね、試していこうかと思います。はい。というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。